木村熊本豚骨ラーメン、製造者は表示されていません。揚げ麺に粉末スープがついています。麺は細めで血入れが強く、輪郭は明快です。揚げ油にラードを使っているとのことで、細い割には存在感があります。スープはやや甘めの味付けで、わずかにニンニクを焦がしたような香りがします。また胡椒の刺激が結構あります。豚骨臭は強くありません。中途半端なとろみがあり、ちょっと邪魔な気がしました。作り方の説明では溶き卵を入れることを勧めており、その時にはこのとろみが有効なのかもしれません。株式会社木村はお菓子の会社ですが、くまモンのキャラクターをうまく使っています。